6月30日です。きゅうりが1本なってます。このきゅうりはダイソーの種から育ったきゅうりです。すごい立派、重い。雑草の中に埋もれてしまってますが、ニラを収穫して餃子の材料にします。たくさん収穫できました。ちょっと草と混ざってるので後で選別してきれいにします。餃子の種を作ります。まんべんなく混ぜました。では包みます。片方だけひだひだにするタイプです。こんな感じで餃子包み終わりました。では今日は相方くんが焼いてくれます。お願いします。油多めの揚げ焼きみたいな感じですね。こんがりしてきて美味しそう。お腹空いたよ。もぐもぐタイムです。今日取ったキュウリとカルパスのおつまみ。今日はビアルコールのビールを飲んでみます。これ 0.5% なんですよね。どんな感じか飲んでみます。では乾杯。いただきます。あ、なんか香りはフルーティーな香りがしますね。ノンアルコールよりビールっていう味がします。
でもちょっとアルコール感は全然感じないですね。これは去年作った柚子胡椒ですね。まだ残ってたので使います。今畑の唐辛子もだいぶできてきてましたが、また今年も柚子胡椒を作ろうと思ってます。では先にいただきます。いただきます。外がカリッてして美味しいですね。ニラの香りがやっぱりこう餃子って感じがして私は好きです。餃子とビールはグッドです。ではまた見てください。お願いします。Twitter も見てください。